手塚先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今回もメールマガ会社様からの質問です、はい。YouTube 動画、メールマガで楽しく拝見させていただいております、はい。北島先生のおかげで正しいワークアウトができるようになり、楽しく、ワークアウトが行えておりますということです、うん。ただしかしながらですね、どうしてもですね、うん、ウエスト周りを絞るのが困難で、うん、食事制限を今しております、うん。そこで糖質の制限を需要ということは、以前のですね、メールマガのバックナンバーで学びましたが、その際にですね、摂取するべき肉、卵などの動物性タンパク質が多い食事はコレステロール値が高いと思います。私はですね、血中の総コレステロール値が高く、医者よりですね、コレステロール値の高い食事を控えるようにと言われています。スタンチンなどの薬を飲むことを勧められているんですが、こういう場合、糖質を抑えながらコレステロールを抑えることとなると、何を食べていいのか よく分からず悩んでおります、はい、ということです。はい、ちょっと長いですか。はい、分かりました。こちらの悩みにちょっとお答えいただきたいと思います。まあ、この方が言っているのは、結局コレステロール値が高くなっているので、あのコレステロールの、まあ、コレステロールって言っても2種類あるんですけど、動物性のコレステロールを抑えるっていうことを勧められているということですよね。まあ、心臓の血管が詰まりやすかったりとか、脳溢血になりやすい状態にあるので危険だということだと思うんですけども、まあ、あのこの方が勘違いされているのは、動物性タンパクの中にコレステロール値が高いものが含まれていると思っているんですけども、それは大きな誤解で、動物性脂肪の中にあの血管を詰まらせるようなコレステロールが多く含まれているんですよね。動物性脂肪に、ってことですね。そうですね、まあ、この動物性脂肪っていうのも、近年あのホルモンを作るために必要で、長生きには必要なホルモンだということで、ある程度取ることも推奨されてるんですけども、はい、まあ、現にこの詰まり気味になってしまった人は危険ですので、はい、動物性脂肪をまず避けてあげるっていうことですね。動物性脂肪ですね、はい。でこの動物性タンパクを勘違いしちゃうのもしょうがないんですよね。どうしてかって言いますと、日本で今まであの栄養士さんとかが伝える場合とか、お医者さんが伝える場合っていうのはですね、やっぱりこの細かく動物性タンパクはいいけど動物性脂肪はダメですよっていう教え方をすると、あんまりよく聞かない患者さんとかがいるんですよね、はい。そうすると、肉はどのくらい動物性脂肪が入ってるか分からなくて、肉いっぱい食っちゃいみたいな人が出てくるので、はい、あの結局動物性タンパクっていうのは肉の赤身の部分にあって、脂身の方に脂肪が あるわけですよね、はい。でその要は肉を食べると動物性脂肪も食べることが多いから、肉は全部ダメですよみたいな言い方をした方が、何にも考えない患者さんに言うときに危険性が少ないということで、はい、わざとそういう一食さんに言ってたんですよね。僕もそう思ってます、はい。だから動物性タンパクが悪いみたいなイメージになっちゃったんですけども、はい、正確に言うと、動物性タンパクを含むものは、肉とかは動物性脂肪を含んでいる可能性が高いので避けましょうっていうことなんですよ、はい。だから結局食べてもいいものっていうのはですね、あの動物性脂肪が少ないものだったらいいわけですよね、はい。ですから例えば赤身の肉だったりとか、ヒレ肉、牛肉であったら、はい、あとは鶏であったら胸肉の皮を剥いだところ、胸肉の皮にはこれするのが結構入ってますから、はい、であとささみ、あと卵の白身だったり、黄身には結構コレステロールが入ってますから、ね、まあでも黄身の中にはコレステロールを促す作用もあるものも含まれているので、まあ1個ぐらいだったら大丈夫かもしれないですけど、ただまあその数値にもよって危険度が違うので、まあできれば避けた方が安全ではありますよね。ですから、あとまあプロテインっていうのはパウダー状になって、結局その脂肪分を取っているので、プロテインも OK ですね、はい。ですから必ず、あと牛乳については無脂肪牛乳だったら大丈夫ですよね、はい。無脂肪であれば、はい、はい。まあ、そういったように取れるものはいっぱいあるので、あのまずその糖質を抑えても食べるものはありますし、であの糖質を抑えて脂肪をいっぱい取っても痩せるってわけじゃないんですよね。やっぱり脂肪もやっぱり減らして、タンパク質メインの食事をするのが一番痩せるので、結局ダイエットをするイコールそのコレステロール値を下げる結果にもなるので、はい、あの安心してダイエットとあのワークアウトを並行してもらえば、はい、あの健康の面でも改善ができると思いますね、はい。ですから動物性脂肪をあの気をつけていただきたい、まあ、あとちょっと勘違いしやすいのが、生きているもの ですから、なんか魚の油も動物性脂肪って考えがちなんですけど、はい、まあ、魚の油っていうのはですね、あの水中でも固まらないようになっているので、結構血液が固まらないようにできているんですよね、はい。あの血液というか、あの血中で固まらないんですよ、はい。あのですから魚、あの海に住んでいる生物 の, あの油は
コレステロールといっても血管を詰まわせるようなもんじゃないので、魚の油とかだったら大丈夫ですよね。ああ、そうなんですね。しかもまあ中トロとか食べても一応血管は詰まらないと思います、はい、あ、はい、なんで今のこう、そうですね、はい、そう、ただ太ってしまうので油を取ると、はい、で、まあ、大豆なんかも油を相当含んでますし、ナッツ類も油を相当含んでますけども、はい、悪くはないですけど取りすぎると太るので、その辺もコントロールしなきゃいけないということですね。正しく、はい、その理解すれば食べるものあるか、ね、そうですね、まあ、動物性脂肪を控えてくださいっていうことですね。肉を食べるんであれば、はい、脂身を必ず取って赤身だけを食べて、なおかつ、まあ、例えば赤身の肉をしゃぶしゃぶで食べたりとかして脂を落としたりとかですね、はい、まあ、あと網焼きにしたりとか、あとサッカー、まあ、一番安全なのは鶏の胸肉とかささみとかも相当脂身が少ないので、はい、コレステロールも少なくなりますから、そういったものを選んでもらえばいいですね。ありがとうございます、はい、じゃあそういった形で、はい、頑張っていただければと思います、はい、本日もありがとうございました。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私の、チャンネル登録、YouTube のチャンネル登録をしていただければ、今後更新されるたびに通知が行くようになってますので、ぜひ登録をお願いいたします。まあ、大体週2回ぐらいの更新はしていますので、そのためにいい情報をお伝えしたいと思います。あとですね、メールマガジンの方もやってまして、メールマガジンの登録をしていただくと、実はこの YouTube では紹介していない実際の実技の動画なんかもちょっと出していたりするので、ぜひそちらの方の登録もよろしくお願いいたします。